浅井久政は戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、北近江の戦国大名浅井氏の当主です。生涯家督相続まで大永6年1526年、浅井助政と側室天御氏、後に出家死刑安寿松の間に生まれました。幼名は猿夜叉、通称は新九郎と呼ばれていました。母の天御氏は26歳の時に久政を産んだとされています蓮華会頭役門長。父の助政は浅井氏の初家から宗家婿養子に入った人物です。しかし助政と正室蔵屋との間に生まれた男子新四郎政宏は早世してしまいました。そのため蔵屋の娘鶴千代の婿に田谷明政を迎え、浅井新三郎名声と名乗らせ、助政の後を継がせる予定でした。このような背景を持ちながらも、浅井久政はその後の歴史に重要な足跡を残していきます。天文11年1542年1月6日、父助政の死去に伴い、17歳の浅井久政が家督を継承しました。この時、久政と浅井新三郎名声の間で家督争いが発生したかは明らかではありません。助政の遺言や蔵や鶴千代と天御氏の関係が良好だったこと、または六角貞頼の影響があったため、内紛に発展しなかったとも言われています。しかし高橋正明は、当人たちが納得していたとしても互いの派閥間で内紛や暗闘が続いていたのではないかと考えています。家督相続を確実にした久政は、天文13年1544年4月6日に徳勝寺で父助政の法要を営んでいます。京極高広との戦い、助政の死と若年の久政の家督継承を好機と見て動いたのは、かつての主君である京極高広でした。浅井湾氏はもともと京極氏の家臣であり、助政は高広の父高清に従い、南近江の六角氏に対抗していました。しかし天文7年1538年に高清が死去すると、六角氏が攻勢を強め、助政は六角貞頼の軍門におりました。これを不満に思った高広は、天文10年1541年に助政に対して挙兵しました。久政の家督相続はそのような緊迫した時期に行われました。高広は早くも天文11年1月11日に黒人領主への知行当て買いを約束しています下坂文書。久政と高広の軍勢が直接衝突したのは天文13年1544年8月のことでした。天文15年1546年7月には海津で合戦があり、久政も出陣し、敵味方合わせて360人の死者が出ました。菅浦文書長明寺過去帳。しかし誰と戦ったのかは明らかではありません。天文19年1550年頃、久政と高広の間で和議が成立したとみられます。同年の天文日記では、久政の故障が新九郎から左表への上に変わっており、この任官は高広の斡旋によるとみられます。六角氏への服属と隠居。天文20年1551年、京極高広は三好長慶と結び、高良の将へ進軍しました。天文21年1552年、六角貞頼の死を機に高広は沢山城を攻略します。一方六角義方は三好長慶と和解し、北近江に出陣。天文22年1553年11月の地頭山合戦で勝利し、天文19年から続いた近江南北の争いは義方の勝利で終わりました。敗れた久政は講和を結びましたが、義方に事実上従属する立場となったと考えられます。永禄2年1559年、嫡男の猿夜叉後の長政が元服し、片政義方の変気とみられるを名乗りました。片政は六角氏の重臣平井貞武の娘を妻に迎えますが、これも従属関係の表れとされています。しかし永禄2年4月、片政は妻を離縁し国元へ送り返しました。これにより六角氏との対立路線が明確となり、六角義方の江北侵攻を招きます。永禄3年1560年10月頃、久政は家督を片政に譲り隠居しました。豪農記浅井三代記によれば、六角氏への対抗を望む家臣たちが片政を擁立し、
久政を強制的に隠居させたため親子の不和が生じたとされています。しかし若年の片政が政策転換を決断したとは考えにくく、国衆の一揆によるものとされています。それでも久政は下野の神と名乗り続け、文書を発給しており、親子仲の悪化は確認できないため家督相続は円滑に行われたとみられます。隠居後の久政は小谷城の小丸に隠居し、小丸殿とも呼ばれました。小谷城の戦い、天正元年1573年、織田信長が率いる軍勢が浅井氏の本城である小谷城を攻撃しました。小谷城の戦い、久政は小丸を守りましたが、8月27日の夜に羽柴秀吉が京極丸を落としたため、長政が小丸本丸と分断されてしまいました。小丸は先に陥落し、久政と浅井福寿庵は切腹、久政に仕えた武学士鶴松大夫も追って切腹しました。翌日長政も自刃し、浅井氏は滅亡しました。新朝後期、久政の享年は49とされています。久政の自害の日付については、8月27日新朝後期、28日保安新朝期、創建期、東大期、佐久間軍期、島記録、朝倉島月、日本年代記抜粋、29日苦行部人、長政が増産、徳正寺過去帳、浅井屋霊簿、浅井三大記と資料によって異なりますが、小田家臣の太田牛一が記した新朝後期の8月27日説が採用されることが多いです。新朝後期には翌年の正月に信長が久政、長政、朝倉義景の首を白髪として披露したことも記されています。浅井久政の評価、従来絵の記、浅井三大記などにおいて久政は父助政と比較して非常に低い評価を受けてきました。その理由として、六角氏に服属したことや武勇に劣ることがしばしば挙げられています。しかし現在では内政や領国経営における久政の手腕は高く評価されており、外交政策についても評価の見直しが進んでいます。内政においての再評価、浅井氏は助政の第二黒人領主の名士としての地位を獲得しましたが、その関係は黒人領主同士の相対的なものでした。しかし浅井氏が黒人ロボーと主従関係を結び、上下関係を絶対的なものへと転換させ、戦国大名としての地位を固めたのは久政の手によるものであると指摘されています。久政が在地領主への影響力を伸ばすことができたのは、彼が調停者としての役割を果たしたからです。助政の時代に力をつけたことを背景に、久政は用水に関する争いの裁定をたびたび行いました。現存する文書からも在地領主たちから調停者として頼られていたことがわかります。天文24年1555年には異奉行という職を設置し、12家村が関与する大規模な水争いの裁定を行っていました。例えば小谷ふもとの村々で深刻な水不足が発生した際、用水の源である高時川の水流を握っていた豪族の井口氏に対し、久政は村民の願いを受けて圧力をかけました。井口氏は大量の貢ぎ物を要求して抵抗しましたが、中野元東浅井軍の土豪がこれを引き受け、井口氏もしぶしぶ承諾しました。この間に中野の土豪の娘が人柱となって水を得たという逸話もあり、貢ぎ物の中に餅千駄があったため、彼らの業績をたたえて餅の井と名付けられました。浅井氏は用水以外の争いについても小谷城に当事者を呼び、小石名教として裁定を行いました。久政は父助政の先例を踏襲して裁定を行うことが多く、長政の代になるとその例はさらに増加しました。宮島敬一は久政の時代の天文末期に浅井氏の論理が確立していったと指摘しています。また久政は小谷城三条二六坊六家寺の出張所を建設し、寺社衆に対して所領の安堵や税政策の強化を打ち出しました。さらに小谷城の増築や土塁の建設も行い、天文22年1553年には父助政の特性を発展させ、23か条の法制度を導入しました。年貢の納付や貸方の利益保護を進め、一部改革を行いました。久政は能などの文化を積極的に推進し、鷹狩りやレンガもたしなみました。
彼には森本鶴太夫というお抱えの武学士がいたことも知られています。六角氏への従属の再評価。天文22年1553年の敗北以降、浅井久政は六角義方に服属する立場になったと一般的に説明されます。しかし久政が六角氏に心中したとみなすのは必ずしも正確ではありません。なぜならその後も久政が家臣に知行当て外状を発行している一方で、義方の江北の武士に対する知行当て外状はほとんど見られないため、江北地域が六角氏の領国に組み込まれていなかったと推測されるからです。小和田哲男はこのような独立性を維持しながらも、六角氏の強い統制下にあった当時の江北の状態を六角氏保護国と表現しています。